受験算数5秒で解ける図形面積の両問おまけ問題付きです。では始めましょう。面積が14平方センチメートルの平行四辺形 ABCD の中に、面積が3平方センチメートルの三角形 ABE があり、 AB の延長線と DE の延長線の交点を F とするとき、三角形 CDF の面積を求めてください。では解説をします。右上図のような台形 ABCD において羽部分の面積は等しいです。なぜなら三角形 ABC と三角形 DCB は底辺 BC が共通で、 AD と BC が平行より高さも等しいので面積が等しく、そのうち三角形 EBC が共通なので残りの三角形 ABE と三角形 DCE の面積は等しくなります。これを利用して問題を解きます。2点 BD を結ぶとき、四角形 BFCD は台形となります。よってその羽部分である三角形 CFE と三角形 DBE の面積は等しいです。また三角形 DBE と三角形 ABE は底辺 BE が共通で、 AD と BC が平行より高さが等しいので面積も等しいです。つまり三角形 CEF の面積は三角形 ABE と等しいので3平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。正三角形の紙を図のように折りました。角 A の大きさを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。